か。こんにちは、さあ大詰めです。見てる人は分からんやないか、大詰め。俺らは大詰めになってるかも分からんけど、見てる人は大詰めになってないか。若干ね、こう肩がね、こうやってぐる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 と、うん、ちょっと横向きにしてぐるぐるした方がいいんだよ。横向きでぐるぐる、どこをぐるぐるですか。腕ですよ、腕ですよ、はい、さあ各チームの MVP と期待、はい、昨年頑張ったね、はい、昨年頑張った MVP と今年期待する選手を、はい、まあピックアップと、そう、6位から12校上がってきているんですけれども、上がってきてるね、今日はセパ両リーグの2位のチームをピックアップします、はいはい、まずはセリーグ DeNA の打者、はい、いかがですか。まあよく頑張ったけど、まあ筒香は本来の調子じゃなかったしね、はい、まあ例えば筒香は2割7分2厘、うん、やっぱ筒香が3割を切るっていうことはありえない、はい、俺の中で。あっちゃいけない。でホームランの数も29本、はい、30本割っちゃいけない。いけない、いけない、うん、あの子の能力知ってるだけに。そうですよね。それはもうこの数字じゃ全然物足りない。うん、ただ勝負どころでの一発であったりだとか、非常に記憶に残る活躍はすごくしてくれたけどね、はい、うん、でもまあ本人も全く納得いってないと思う。だから、まあ、都合からすると、まあ、3割切っちゃいけない、30本は切っちゃいけない、ね、だいたい79、やっぱり100いかなきゃいけない、あの子は。じゃあ本当に物足りない成績、まあ、本人が一番悔しがってるとは思うけどね、うん、まあ、悔しい思いを持って、はい、まあ、アメリカ行くけどね、はい、まあ、その中でまあ宮崎、はい、宮崎も3割切っちゃいけない能力をしてるだけに。あのね、春先めちゃくちゃ悪かったんだよね、はい、だけど、まあ、ずっと使われることによって数字を戻してきて2割8分4厘、はい、まあ、手の手術もあって骨折があってね、それから絶好調って言うんだけど、手首が、ね、うん、だけど打点も49、はい、ね、これじゃやっぱり宮崎本人も悔しい思いすると思う、うん、ね、ロペス、はい、率が低すぎるね。そうですね、ちょっとでね、好不調の波がやっぱりロペス激しいな。外国人選手ってやっぱりそうなんですよね、うん、まあ、そうかもわかんないな、うん、だから打たなくていいのにさ、黙ってるフォアボールなのに打ちに行って、三振とかさ、ボンボンとか、うん、だから出塁率が2割9分5厘しかないでしょ。少ないですね。すごく低いんだよね、うん、まあそのくせ打点だけは多いというさ勝負どころ知ってんのはおるしみたいな感じだけどさ、はい、ね、まあ神里ね、神里も、うん、物足りないけど、はい、やっぱり外だね。ああ外ですか、うん、まあ率は2割6分9厘って低いんだけど、はい、やっぱりホームラン43本、はい、打点が100超えて108、ね、出塁率が低いけども長打率が554、5割6分4、まあやっぱり外だね。外で、まあ、外の頑張りって頭が下がるのがさ、はい、例えば船のセカンドやってみたり外野やってみたり、自分の本来得意とするポジションで守れてないんだよね、はい、あなのにやっぱ不安があるよ守ると、はい、だけど打席に立ってこういう結果を残してくれるっていうのはすごく心強いよね。そうですね、あ、だからやっぱ大したもんだなと思うね、うん、いやこれだとロペスが危なくなっちゃうみたいな。そうですね、この成績ではね、見てると、うん、そうですよね、頑張らないとっていうところですよね。でこの中からやっぱりじゃあ MVP は外選手ということで、まあ外だね、はいはい、で期待する選手なんですけれども、伊藤幸也っていうのが出てきたんだよね、はいはい、でまあ、例えば伊藤幸也をセカンドで使ったら、はい、外が外野で固定できるんだよね、うん、それか構想としたらロペスのところに外を持っていくんじゃないかっていう、まあ噂レベルの話もあるけどね、はい、ファーストで固定するんじゃないかという、うん、そしたら音坂っていうのも俺すごく好きな選手で、はい、音とかは、まあ、例えば筒香が抜けた外野手の一角に入るとか、はい、まあ、梶谷を再生させるとか、うん、だから結構やりようによってはいろんな方向に方向でできるんだけど、はい、それにはやっぱり
伊藤幸也がセカンドというポジションでレギュラー張れるかどうか、はい、やっぱりあのなんていうのかな、やっぱいいもん持ってるよ、うん、ホームラン長打もあるし、はい、右だしね、うん、だからそういう意味では伊藤幸也というのに期待をしたいと思います。はいはい、続いて投手なんですけれども、はいはい、まだね、まあずっとタイトル争いもしたりとか、はい、まあ、防御率も2点台でしょ、2.91、はい、うん、もうちょっと勝てたかなと思ってるね。あ、13勝7敗、はい、7敗がちょっと気に食わない、ね、誰でもいらないよね。そうですね、負けはね、負けは誰もいらないんだけど、うん、まあ、13勝7敗、もうよく頑張ったよ、でも、うん、よく頑張ったけど、もっといけたかなって、あと1つ2つ勝ち星をね、はい、でも三振の取れるピッチャーだし、うん、まあ、いいピッチャーだよね。そうですね、うん、で山崎、はい、山崎、うん、ね、まあ、1.95 という防御率と、はい、まあ、安定感あったね、61試合登板、はい、30セーブ、どうだろう、今永と比べるとどうですか、まあ、ポジション違いますけれども、それぞれ、まあ、ちょっと難しいな、うん、役割がね、じゃあエスコバーにしとくかいきなりいや、エスコバーお前、2.51 はい、まあ、見たらエスコバーが投げてた、うん、投げてた、そうですね、めちゃくちゃタフだよね、いいですね、ホールド38ポイントが、はい、うん、まあでもやっぱりこうチームを引っ張って安定させるっていうのは今永かな、そこは今年はね、うん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 、ピッチャー部門の MVP は今永投手、まあ野菜も総引きだけどね、あのそうですね、やっぱ防御率が1点台っていうのはさ、やっぱすごいよ、すごいですね、だって60試合投げてるでしょ、はい、まあそ、うん、まあ、まあだけど今永だな、ここはもう、はい、今永投手よく復活しましたよ、はいね、はい、そして期待するピッチャーなんですが、はい、今年やってもらわなきゃ困るのは浜口、うん、お、はい、もう優勝狙えるチームだし、うん、ピッチャー揃ってるしね、うん、その中で浜口が10勝てるかどうか、うん、その子犬要望が帰ってきました、はい、高城、そうです、豊さんもね、このチャンネルでおっしゃってましたもんね、で浜口がルーキーの時に高城がほとんど被ったんだよね、マスク、ああそれで2桁勝たして、はい、それが帰ってきたっていうのは、はい、まあ、高城にもチャンスがあるし、うん、浜口もやっぱ投げやすかったから勝てたんだと思うんだよね、だからそこら辺では、うん、バッテリーという意味でここはなんかちょっと期待したい、なんか一つのセットとしてじゃないですか、ね、セット、はい、そう、うん、だからまあそういう気になるんですね、はい、じゃあここは期待するピッチャーは浜口投手で、はい、高城選手とのこのバッテリーの、そうだね、はい、そこを比例していくとこを見たいなという感じです、はい、だから DeNA は野手部門、はい、外、ね、ピッチャー部門、はい、今永、はい、野手で期待するのは伊藤幸也、はい、でピッチャーは浜口、はい、これはセットで高城と、はい、セットだ、あ、新しいですね、セットで高城っていうのは、いやこれ本当にセットになってたからさ、だから今シーズンもセットでどのぐらい勝っていけるかっていうのセットにするかどうかは分かんないけどね、そうあの伊藤光がいるから、はい、どうするか分からないけど、うん、でも引き出し方は高城が持ってるか分からないし ね、はい、そもちょっとチェックしつつですが、はい、さあパリーグいきましょう、はい、パリーグは、ソフトバンクです、はい、ソフトバンクは2位なんだね、そうなんですよ、毎年日本一になってるからさ2位かいみたいな、まあ、そんな感じがするんだけど、はい、マッチも今年勝つということで全試合、ね、30本も打ってるし、はい、うんうん、ね、まあ、あの明るさいいですね、うん、ただ出塁率が3割飛んで5厘ということでちょっと低いよね、そうですね、で柳田は故障があって38試合の出場にとどまってるから、はい、これはやっぱりこうちょっと論外になるよね、はい、甲斐も頑張ってるんだけど試合数はね137って多いんだけどね、はい、大事なところで変えられたりだとか、ちょっと俺の中では印象が少し悪くなった。ああ、そうですか。いや、やっぱキャッチャーってさ、はい、大事な最後の場面でまっすぐをかぶれるかどうかっていうのはすごく重要で、はい、だから高谷というもう一人いいキャッチャーがいるのね、はい、なんかポイントポイントで高谷を使ってこられたなっていうことがあって、はい、頑張れと今年、うん、ね、全日本のキャッチャー、正捕手に
上り詰めるように頑張れというふうに言いたいんだけど、まあ、相澤がいるしね。そうですね。なかなか厳しいけども、だからまあでも会は会で頑張ったと思うしね、うん、その中でグラシアルとか内川とか、はい、グラシアルもいいところで打つよね。ですね。ただね、そのキューバのナショナルチームに呼ばれて、はい、昨年ちょっと帰った時期とかがあって、うん、試合数が足りないんだよね、うん、だからそういう意味ではデスパイネ、はい、ね、よく頑張ったと思う、うん、ね、2割5分9厘36本88打点出塁率3割5分5厘、まあデスパイネかな MVP は、うん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 、まあ故障者がありながら、はい、だったけどデスパイネがまあまあ頑張り通せたかなっていうような、うん、まあ、シーズンになりました、はい、ね、はい、そして期待する野手なんですが、期待するっていうかさ、はい、やっぱ見てみたいっていうか、うん、やっぱ楽しみがある選手は周東だよね、うん、まあね、いや野球ファン以外でも周東選手足速いでしょってみんな言ってくるんですよ、うん、ダイソーに出てきただけで雰囲気が変わるもんね、はい、もう絶対走るなっていう ね、 もうでやっぱバッテリーにプレッシャーかけるしさ、はい、プレミアでもあったけど、はい、シュートの足で1点取って勝ったというね、まあ、そういう試合もあったし、ただ率とかがものすごい低い、1割9分6厘、はい、打点6、まあ、盗塁が25の盗塁4が5、はい、まあ、盗塁4は仕方ないとしてももうちょっとレギュラーを取るんであれば、だからダイソーだけでいいのかっていう考え方なんだ。そうですよね、もっとスタメンに名を連ねるようになってくると、はい、もっとプレッシャーがかかるだろうって相手は、うん、でも工藤監督だったらここ一番周東の足でっていうのはやっぱ考えがちなんだけどね、はい、でも周東自身はそれに満足せず、うん、やっぱレギュラーを目指してほしいということで、はい、今年ちょっと注目しておく。そうですね、足プラスバッティングであったりってことですよね、うん、まあ、足が速い選手で守備のは下手なやつってなかなかいないからね、はい、守備範囲とかも含めるとさ、だからやっぱりこう周東にちょっと注目したいと思います。はい、はい、じゃあ続いて投手部門ですが、千賀ね、千賀、うん、いいと思います。もうそうですよね、タイトル取りましたし、いやだけど、うん、やっぱり13勝8敗はい、8負けんだと思って、あの千賀投手が、うんうん、防御率が 2.79、 まあここら辺は、うん、まあさすがだなと思うけど、はい、でも千賀の球は平気で他のバッターを打つんだよね、他のチームのホームラン打ったりとかすごいなと思うんだよ ね、 よね、うん、ただ今年千賀が勘でたと思うのが、はい、やっぱ12球団を見渡しても高めで勝負できるっていうのはそうそういなくて、千賀、うん、ぐらいだったね、高めで空振り取るっていうのは、はい、だからピッチャーの基本っていうのはやっぱこう低めにボールを集めろっていうんだけど、力のあるピッチャーはやっぱ高めいった方がいいなっていう、うん、そんな感じを受けた今年で、フライボール革命とか言って若干ちょっとアッパー気味に出るバッターが多い中、はい、やっぱ自分の力を信じて高めに投げたピッチングを見せた時があったのね、はい、でその時はやっぱもうかすりもしなかったもんね、千賀の球、うん、だからまあ千賀は文句ないんだけど、はい、8敗っていうのを今年減らしていってほしいなと思うよね。そうですね、そうするとまたその白星の部分が増えていくということにつながってきますよね。そう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 、だから5つしか貯金できてないでしょ、うん、千賀クラスだったら10ぐらいしてほしい、そういう意味で、うんうん、だからそのぐらいのピッチャーだしね、はい、でも他に頑張ったのはまあ新人で海野、うん、はい、海野も頑張ったし、まあ、森を抑えも頑張ったし、はい、高橋で頑張ったよね。まあでも千賀でしょ、ここはもうそうですよ ね、 ここは千賀ね、はい、さあそして期待するピッチャーなんですが、はい、古谷、古谷優斗、はい、知ってる、いや古谷優斗ちょっとこれね、左ピッチャーでね、はい、めちゃくちゃ速いのがいるのよ、はい、ファームに、ファームに、はい、これはね左で160キロ投げるんだから、ソフトバンクすごいですね、すごい、ファームにいるんですよね、メジャーでさ、はい、チャップマンでいるんだよ、あ、チャップマン、はいはい、はい、左の、はい、めちゃくちゃ速いの、うん、日本のチャップマンになれるんじゃないかな、え、そんな選手がファームにいるんですか、ソフトバンクは、ただね、制球が悪いんだよ、あ、コントロールが悪い、はい、
でもコントロールがある程度まとまったら、うん、そうそう打てないぐらいのポテンシャルを持ってる。だからまだ20歳。20歳。あのね、ファームもやるでしょ、はい、CS 放送とか、うんうんうん、それを見た時にこのピッチャー誰だと思って、うん、ああすごい魅力的だなと思ったのが古谷。いやちょっとじゃあこのキャンプ、うん、もう注目してみたいですね。どっち、いやファームでやるのかどうか分かんないけど、うん、まあでも隣同士でやってるから。あ、じゃあ見ることは、だから宮崎のキャンプ地行くと見れると思う、うん、見たいですね。見たい。いや左で100俺はね、だからまとまるために力を抜かないでほしいな。ああ、そういうことですか、ね、力を入れた中でまとまってほしい、うん、だから小さくまとまるなということ、はい、でも魅力のある選手だよ。ああ、期待したいです ね、はい、はい。ということでソフトバンクは打者は MVP が、エスパイネ選手で、はい、期待する選手はシュート選手、ね、でピッチャーは MVP が千賀投手で、期待するのが古谷優斗選手、はいはいね、今年も頑張ってください。